というわけでダメですわ。朝ごはんはフルーツグラノーラとヨーグルトとマガマガしいオーラを放つ器、これは納豆卵の上に食卓にある小鉢の中身を全部乗せしたものになります。塩分取りすぎに注意だ。体重測定のコーナーは今日は 68.1 キロ。これは痩せたように見えるかもしれないけど、多分昨日長い距離を走って水分を失っているだけだ。はい、今日は雨が降っててめちゃめちゃ寒いっていうのもあるからね、短い距離 8.1 キロ、なるべく普通のスピードで走りたいと思います。最近腰がめちゃめちゃ痛かったから、ずっと亀スピードだったんだよね。なんで今日は普通のスピード、体が元に戻ったかチェックだとか言いつつ、自動販売機でドリンクを買ってしまう。こういうところがほんまあかんねん。まあ 8.1 キロ50分で走れてれば普通のスピードで走れてると思う。時速10キロは出てるけどね。明日タイムがどうだったかはさておき、お夕飯は茶碗蒸しと唐揚げ。唐揚げは味変をして楽しみます。今日はブラックペッパーとレモンでホットモット風に楽しみました。ウエスクレジーランナーです。そういうわけで今日腰が治ったかどうかチェックするために普通のスピードで 8.1 キロ走るってことをやってみたんですけど、まあ目標は50分以内だったんだけど、51分かかってますね。というわけでダメですわ。50分30秒とかだったら自動販売機でドリンクを飲んでいたことを言い訳にセーフって言おうと思ってたけど、こりゃダメですわ。やっぱりね、腰の影響はまだ残っていると言わざるを得ない。まあそれはそれでしゃあないね。まだ治ってないね。はい、それで終わり。そこで今日自分自身に言い聞かせたいことなんだけど、感覚は当てにするな、数値で判断しろということだね。人間の感覚というものはマジで当てにならんねん。私も何度も何度も自分の感覚に騙されてきた。なんで自分の感覚ってのは極力当てにしないように生きています。じゃあどうするのかというと、やっぱり数値で判断することだね。数値で判断することで定量的に判断できるっていうのと、後で比較することができる。これは私が長い長いサラリーマン時代、しがない品質管理の中間管理職として学んだ大事なことです。どんなに自分が事実だと思っても、数値としてデータがないと上司も金も動かせない。これは自分のチャレンジにとっても一緒だから、私は減量するときも必ずレコーディングを行っています。自分のやってきたことが正しかったかどうか判断するためにも、数値で記録をし続けろ。以上、サラリーマン時代の経験を生かせ。本日のリザルトです。やはり私の場合、走る距離が 8.1 キロだけだとなかなかダイエットの効果がうまく出ません。本来であれば食事ももう少し取った方がいいでしょう。できれば毎日16キロ以上は走ることが望ましい。明日以降も頑張れ。数字は嘘をつかない。1ヶ月減量チャレンジ墓場への手紙。